アンナ・ナホフスキーは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の愛人として知られる人物である。1860年に、加護職人であるフランツ・ノバクの娘として誕生。彼女は15歳で、絹工場の主人ヨーハン・ホイトゥクと結婚した。やがて彼との間に娘が生まれたが、夫はならず者の遊び人で、アンナをいつもほったらかしにしていたため、早々に離別していた。1875年5月8日の早朝、駒使いの娘と共に、シェーンブルン宮殿の庭園を散歩していた。そして、そこで、皇帝フランツ・ヨーゼフと運命的な出会いをした。フランツ・ヨーゼフは、若く無邪気な彼女に一目で心を奪われた。後に、アンナが書いた日記によれば、彼はアンナを見ると驚いたように、彼女をじっと見つめ、見飽きることがなく、何度もアンナの方を振り返ったという。以来皇帝は、あらゆる機会を捉えて、アンナに会おうとする。アンナの日記に、私の生涯で最良の日と記されている、同年の6月24日、彼から初めて、こまめに散歩に出ますねと話しかけられたという。その年のうちにアンナは、皇帝の愛人となった。フランツ・ヨーゼフ帝は、アンナの夫が、旅行好きなのを知り、二人の関係をうまく続けられるように彼女に高額の金を渡すようになった。1879年の9月、アンナの夫が長らくウィーンを離れている間、フランツ・ヨーゼフは彼女に住居を訪れてもよいかと尋ね、彼女はこれを承諾した。これ以後、フランツ・ヨーゼフの訪問は規則的になった。結局、アンナは夫と正式に離婚した。皇帝の愛人でありながら、ビアラの市長の息子で、帝国、王国南部鉄道会社のリーンのフランツ・ナホフスキーの愛人になった。アンナがナホフスキーの子を妊娠すると、フランツ・ヨーゼフは彼女の結婚に同意した。結婚後ナホフスキーはたびたびウィーンから離れた遠隔地へ転勤させられるようになった。皇帝は二人の関係を続けるのに、さらに都合が良いように、1883年の秋、アンナに5万グルデンという大金を渡し、彼女はシェーンブルン宮殿の真向かいに邸宅を購入した。彼は大抵朝5時以前に彼女の屋敷を訪れたが、1時間以上いることは滅多になかった。アンナは何度か流産した後、1885年7月29日にジョジエレネを出産した。二人の関係は長年続いたが、1886年になると、フランツ・ヨーゼフはエリーザベト皇后から紹介された舞台女優カタリーナ・シュラットに心が移り始めていった。アンナは絶望し、シェーンブルン宮殿の庭園で二人がいるところに忍んできた。これは皇帝を立腹させたが、ひるまず非難し、釈明を求めた。彼は返信を否定したが、フランツ・ヨーゼフの訪れは魔導になっていった。しかし1889年1月30日、ルドルフ皇太子が上司事件を起こした時、皇帝の精神的支えとなったのはカタリーナだった。これが皇帝にアンナとの別れを決心させ、事件後間もなく、アンナは宮内庁長官フリードリヒ・フォンマイル男爵によって、王宮内の事務所に呼ばれ、彼からフランツ・ヨーゼフの二人の関係を終わらせたいという意向を伝えられた。彼女はこのような形で別れを告げられることに納得いかず、皇帝との面会を男爵に要望するが拒絶され、結局大金を新たにもらうことで示談に応じた。1889年の3月14日以降皇帝との出会いに関していついかなる時も多言しないことを文書で確約した。しかし1889年にアンナが男児フランツ・ヨーゼフを出産すると、皇帝は彼の息子と思われる、この同盟の男児に、自分の若い頃の肖像画が彫り込まれた時計を贈った。ヘレネの後の証言によると、アンナが皇帝と別れて、数年が経った後、彼女とヘレネ、弟、フランツ・ヨーゼフが自宅へ戻る時に馬車に乗った皇帝と、すれ違った際、彼は被っていた帽子を取り、ずっと後ろを向いたまま三人をじっと見つめていたという。彼女は1918年のフランツ・ヨーゼフ帝の皇居のずっと後も彼を悼み続け、アンナの寝室には亡くなるまでずっと枠付きの無償がついたフランツ・ヨーゼフ像がかかっていた。1931年、アンナは71歳で死去した。なお息子、フランツ・ヨーゼフは幼い頃からひどい神経障害に苦しみ、アムシュタインホーフ精神病院に入院した後、1942年に姉のヘレネに看取られて死去した。ありがとうございます。